日本政府、在宅勤務7割を要請、ワケーションを推進。昨日、西村大臣が記者会見にて、企業に対し、在宅勤務率7割を要請したいと明らかにいたしました。さらに、時差通勤の推進や、体調が悪い方に対して自宅待機を要請し、PCR 検査を進め、 高人数での飲み会などを控えたり、接触確認アプリ、COCOA ココを導入するよう要請がなされる予定でございますが、この企業における感染症対策においては、どうもあの緊急事態宣言が解除された後とに、まあ、そういった対策がやめられてしまったり、規模が縮小されているという問題があるようでございまして、 その結果、企業においても集団感染が発生するという事態に陥ってしまっております。また、菅官房長官が観光戦略実行推進会議において、会社員の皆様が観光を楽しみながらテレワークで観光地で働く。 ワケーションの普及に取り組むと明らかにいたしました。こちら、ホテルなどで仕事ができるように、Wi-Fi などのインターネット環境を整えるとされておりますが、まあ、こういったパソコンだけがあれば仕事ができる方は、在宅勤務もワケーションも可能でございますけれども、 製造や品質管理、研究開発などを担当している方々は、設備がないと、出勤しないと、仕事ができないという方も多くいらっしゃいます。また、マスク着用などの感染症対策が求められておりますが、今後暑くなってきますと、もう職場が暑くてですね、マスクはつらいという方も出てくるでしょう。政府には、 このような有事だからこそ、コビット19対策だけではなく、働き方改革全般をですね、一気に進めていただき、国民が快適に仕事ができる環境が整えられれば、それが感染症対策にもなるはずでございますので、政府には、この COVID-19 対策を活用し、予備費なども活用して、ぜひとも国民の生活、また職場、仕事自体の改善を図っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。